商品レビュー専門の自閉です。雨の日の撮影、まあ気になりますよね。カメラ濡れないように、まあ気使ってしまう、神経使っちゃう。まあ大体の人そう言っても傘さしてるんですよね。まあ傘さしながら撮影、まともに撮影できないですよ。じゃあ撮影諦めるか。まあそうなってくると、まあ自分の情熱、それが雨に負けちゃったみたいな、そうなってくるんですよね。じゃあカメラ壊さないといけないの。まあそれも嫌ですよね。最近のカメラ多少の防水性能はありますけど、それでも壊れやすいですよ。だから濡らしちゃいけないんですよね。その時に嬉しいもの、ウルフティース様から提供を受けましたカメラ用のレインカバーですね。これを使えば快適ですよ。まあ例えばカメラ用の雨ガッパですね。自分もカッパを着てこのカバーをカメラにかければ土砂降りの中でも撮影できますよ。これどういうカバーなのか。こういう構造ですね。手を通す穴がついてて、あとはカメラのレンズを通す穴、こんな感じです。というか実際カメラ入れてみましょう。こんな感じで撮影します。この後ろ透明になってますので、ファインダーとかもなんとか覗けますね。ちょっと覗きにくいですけど、見えないことはないですよ。まあ、なんだかフォーカスできますね。まあ、こう向けたら入っちゃいますけど、上向きは厳しいかな。下向きぐらいで撮る。それだったら完全防水ですね。土砂降りでも大丈夫ですよ。吹き付けられたら厳しいかもしれないですけど、まあそういう場合、レンズフィルター入れとけば、まあ多少いけるのかなと思いますね。まあもちろん動画撮影も可能ですけど、このノイズというか、この繊維のノイズ、カサカサいう音が入りますので、音は別撮りするか、もう使わない。雨の日の撮影、本当に機材のことを考えちゃうんですよね。当然濡れ続ければ機材壊れます。だから撮影する人、ぜひこのウルフティースのレインカバー使ってみてください。商品レビュー専門の動画、今日も見てくれてありがとうございました。